アタ山古墳は、茨城県稲敷郡美穂村木原にある古墳である。美穂村指定文化財。アタ山古墳は、霞ヶ浦を望む、大地上に位置した、美穂村最大の前方公園墳で、本古墳を含み3期の前方公園墳と3期の円墳で構成される木原大古墳群の中の一つで、あり、木原大六号墳とも呼ばれる。アタ神社の境内になっており、 前方部の正面斜面に鳥居、墳球場を参道として、公園部上に、あたご神社の社殿がある。全長は100メートル余りあり、前方部幅38メートル高さ3メートル、公園部計67メートル高さ7メートルを測り、前方部が北を向き、公園部は二段築成で埴輪を巡らしている。また、神社の石段に、石棺の一部と考えられる石材が使われている。 この地方に君臨した主張の墓と言われ、前方部の幅が狭く未発達な点、古式な形態とされ五世紀代の築造と推定されている。祭人は、伊ミノソ村の子である家具土の神で、家房の神として崇拝されてきた。天正17年、木原城主近藤薩摩森都志の鬼神と言い伝えられ、境内の見たらしには、教法元年奉納の文字と多くの氏子、 寺院の名も刻まれている。拝殿東側の椎の木に根元に、茨城県内でも数期あるのみとされる貴重な各夜、念仏が立っており、筑波山とあたご山を人様隔てて200回ご行、し続け、その成就を記念して、笹ぐ立てした石仏である。このほか青年金剛村、十九野党、如意林観音などの石仏も多い。ありがとうございます。